秋が深まり、何かと物思いにふける今日この頃、一つ日本の文化について考えてみましょうというとちょっと大げさですが、外国人の人たちに日本、そして東京の印象について聞いてみました。あ、そうですね、あの人が親切で、あ、エネルギーがたくさんあって、そうですね、エキゾティックで面白いと思います。歌舞伎は大好き。よくないのところというと、まあそう、物価は結構あの高い、アメリカに比べると。私はあの日本の女性でしたら、まあ日本での生活は少し辛いと思うんですよ。あ、うん、ですから私にとっては面白くてすごく楽しいですけど。私たちが普段何気なく思っていることが外国の人たちには魅力的だったり不思議だったり、そこで今日は日本の魅力を発見した外国人の人たちを訪ねてみましょう。朝8時、川崎市の自宅からアメリカ人のベンジャミン・ムーアさんが出勤していきます。5年前に来日し、日本の会社に勤務。愛称はベンです。背が高いですね。なんと1メートル99センチ。バスケットボールが大好きだとか。足のサイズも特大32センチ。まずは日本の印象を。まあとにかく狭くて人が多いんですけど、でもあのびっくりしたのはやっぱりどこ見ても英語が書いてありますね。あの結構わけのわからないのが多いんですけどね。およそ20分ほどで会社に到着。会社は大手コンピューターメーカー。ムーアさんはアメリカの人材派遣会社から派遣され、翻訳ソフトの開発に携わっています。コンピューターの画面と向かい合う毎日、つまり最先端の仕事についているわけです。夕方5時半、ムーアさんは仕事を終え帰宅の途につきます。実はここからがムーアさんと日本とのちょっと変わったお付き合いなんです。電車を乗り継いでやってきたのは都内のある小学校。何やら着替えを始めましたが、剣道、いえいえ、実は日本に古くから伝わる戸隠流といういわば忍術の修行なんです。この辺でやってるとね、相手の肘が自由にこう動いちゃうから、つまり時代の最先端の仕事をするムーアさんは夜になると忍者に早変わりするというわけ。それから足を崩していくとか、こういった形で崩していきますと割と楽にされます。戸隠流忍法っていうのは平安時代の末期に戸隠大輔という人が、戦いに敗れまして、この戸隠流忍法というのを伊賀に隠れ住んだ時に、学んだんですね。それを自分の中で、まあ、創意工夫をしまして、で初代が戸隠大輔という方だったもんですから、その名字を取って戸隠流忍法という形でずっと代々続いてまして。戸隠流は空手や合気道の原型とも言われる武術。でもアメリカ人のムーアさんがなぜ。子供の頃はスターウォーズっていう映画は大好きだったんですね。それでまあ、あの侍とか、あの日本の昔の文化とかに憧れてきて、それはまあ自然にあの武道の方へと行ったんですね、憧れは。ムーアさんが生まれ育ったのは日系人が多い西海岸のシアトル。子供の頃から東洋文化に憧れ、大学では日本文化を研究する傍ら、サークルで東洋武術を習うなどのご修身ぶり。そのうち友人に勧められて、この戸隠流の門下生になったんです。ところで練習は足袋が原則ですが、ん？ムーアさんはなぜか素足。あの32センチなんで、このサイズの足袋は絶対空いてないんですよ、どこ行っても。まあ両国にはあるかもしれないんですけどね。ともあれ練習熱心なムーアさん、
同じ門下生たちはどう見ているんでしょう。練習も熱心ですし、やはりもうレベル的にちょっと来てなかったんですけど、だいぶアップしてるんで驚いています。あんまり言葉っていうのは関係ないんじゃないですか。体で覚えるものですから。ムーアさんだけでなく、他にも多くの外国の人たちが戸隠流を学んでいます。せっかく武術やるんだったら、使えるような具体現実的な武術やりたいと思ってて、それで魅力があるかなと思った。この日は体調が悪くて見学の外国の方も何人か。それだけ激しい武術なんですね。それにしても外国人の入門は戸隠流にもいい刺激でしょう。外国人が入ってますと、やっぱりこんな技が効くのかっていう形で、すぐ反抗してきますからね。それをまた抑えるところで私自身の勉強にもなりますから。チキン花水大根よ。チキン花水大根よ。練習はおよそ2時間ほど。最後に挨拶をして終了です。ムーアさんの修行はアメリカ時代を含めるとおよそ6年。極めるにはまだまだと言いますが、酔っ払いに絡まれた女性を暴力を使わず助け出したこともあるとか。忍者の秘密の隠れ家、いえ、ムーアさんの自宅にお邪魔しました。辞書など日本語関係の本がぎっしり。勉強熱心なんですね。炊飯器もありました。自炊することも多いとか。部屋の片隅にはギターが。この辺はアメリカ人の若者らしいところですね。そして若者らしいといえば、ムーアさんはバイクに乗るのが大好きです。来日以来愛車に乗って、北は北海道から南は九州までツーリング。地方に残る古い町並みや親切な人たちにとっても感激し、ますます日本が好きになったとか。ムーアさんが戸隠流を習い始めたのは、友達の勧めはあったものの、精神面を大事にする点に惹かれました。日本人以上に日本的な青年と言えるかもしれません。いつも遥か遥か遠い未来を夢見てた。あずさん夢見てた。あずさん、さて、今後の目標を聞いてみました。あんまりそういう難談になりたいとかっていうのはないんです。自然にこれをやってて、この武道を身につけて、それで自然になったレベルはそれでいいと思いますね。なかなか日本的なお答えですね。これもひとえに修行の成果といったところかな。では教える師範の先生はどう見てらっしゃるんでしょう。大体1年で、初段のレベルになったんで、黒帯を上げたんですね。そうしましたら、本人も自信が出てきたみたいで、自信が出てくると本当に素質がどんどん発揮されてきて、黒帯を上げてからまた1年ぐらい経ったんですけども、そろそろ2段を上げようかと思ってるんですが。アメリカに憧れを持つ日本人が多い一方で、ムーアさんのように日本に憧れるアメリカ人もいるんですね。週3回、ムーアさんの忍者修行は続きます。東京には日本に魅せられた外国人の人たちがたくさん暮らしています。その人たちは日本人が見る。さて、続いては南青山にある青山道場にやってきました。そうです、こちらは戦国時代から受け継がれてきた忍法を教えてくれる戸隠流道場なんです。六尺棒や刀を使った飛剣術から日常生活に役立つ護身術まで教えてくれます。こちらの教室にはどんな思いを持って生徒さんたちがやってくるんでしょうか。
子供の頃はスターウォーズのファンでジェダイになりたくて、まあ本当にあるものの中にジェダイに一番近いものは忍者じゃないかって思って、一度世界の格闘技でも巡ってみたいなとは思ってますけど。この日は投げ縄の練習も行われていました。約3メートルのロープを相手にめがけて投げます。ボールを投げるような要領で、うまく輪を作り相手の手首に収まればいいんですが。あ、できた。今までいなかったですよ、2回でできたっていう人。今偶然ですけどね。痴漢撃退にも使える忍術を教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、後ろから首を絞められた場合には肩を上げるのと落とすのをしながら横に出ます。これでちょっと緩みますから、それから手を上げていきます。それで今度はこれを落とすようにして、こう。それでまた膝で顔を押さえるんですね。どうしよう。反対反対どういうこと。こっちこっち。あ、こっちでしたっけ。あのこっちに体重かけて、こっち。そうだ、そう、失礼しました。基本的なことが、もう一度お願いします。そう、なるべくこのあの本当のダンスじゃないですからダンスみたいですけど本当のダンスじゃないです。わかりました。悪戦苦闘しているところをお見せして恥ずかしいんですが、あのこちらに通ってコツをつかめば、こうした護身術も簡単にマスターすることができるんです。くっつけて、でもここで挟んでて、いきます。そう、今のいいです。いいですか、首の感じは。いいですね。いいですか。はい、これ決まった。戸隠流忍法34代目宗家初見先生の直弟子である中大先生に指導してもらいたい方はこちらまでお問い合わせください。Yes.
ありがとうございます。